はい、土屋パフォーマンスです。今日は、こちらの G6 さんについてる新商品を、2つご紹介させていただきたいと思います。でまず1点目が、これ横から見てもらえばなんか違うなっていうのがすぐ分かると思うんですけれども、実はこれ車高が上がるアップスプリング、アップスプリングでいいのかな、はい、アップスプリング、ダウンスプリングならぬ、車高がアップするアップスプリングがついてます。ちょっとちらっと見えるから、こんな感じで車高が、一応カメラマンが開発担当なんで、はい、カメラマン何センチ上がるんですか。3センチアップでございます。3センチアップですね。なんでかなり車が一回り大きく見えて、まあ、ゲレンデのちょっとこうオフっぽさというかオフロード感がちょっとアップする感じですね。はい、続けてそしたら、タイホイールをご説明させていただきます。ホイールがロティフォームの 6OR でサイズが、20インチ 9J、オフセットが20、純正の22インチとほぼほぼ同じ手面なんで、まあ、車検も OK、ディーラー入庫も OK っていう、もう最高のホイールです。はい、で一応ゲレンデ用に今回作ってるんだよねこれね。そうです。はい、なんで G6 さんのこの大きなキャリパーも、絶妙なクリアランスでかわすようになってます。でこれ日本専売モデルになるんで、まあ、基本的に海外で売ってない設定になってます。はい、でホイールが、マットブラックっていう名前なんです。名前です。打ち合わせしたのに覚えてません。はい、 6OR マットブラックです。でマットブラックなんで、まあ、当然マットブラックなんですけど、よく見てもらうとこの側面とあとこのリムの内側ですねはグロスブラックになってるんで、まあ、単純に黒一色なんですけど、ちょっと立体感があるように見える感じで仕上がってます。はい、でこのビートロック風のデザインでかなりオフっぽくこう上げバネにかなりベストマッチする感じのホイールじゃないかなと思います。で今回こちらのサイズ、最初にもご説明させていただいた通り、純正22インチと同じ、ほぼ同じ出面で作って、まあ車検だったりだとかディーラー入庫も問題ないようになってますので、外した純正ホイールを、まあ、スタッドレス用にしてもらってもいいですし、あとは逆にこれをスタッドレス用に、使ってもらってもいいかなと思います。はい、でキャストのワンピースなんで非常に価格も、手頃な価格になってますんで、まあ、そういった使い方にも非常におすすめなタイホイールになってます。はい、それじゃあちょっと気になる乗り心地の方を乗って、確認してみたいと思います。ちょっと僕も、車高を上げてから初試乗なんで、よいしょ、全然大丈夫、大丈夫って言うとダメ大丈夫ってなって大丈夫いやいや、なんかもっとさ、こう当然バネートも自由帳の長くするの限界があるから、あのプレートも上げてるわけじゃん、うん、だからもうちょっとなんかゴソッとしたのかなと思ったら、なんか全然拍子抜けするぐらい普通ね。ただやっぱりちょっと重心がちょっと高くなってるんで、なんだろう、そのちょっとこうふわふわ感っていうかはちょっとあるっすね。ああ、ただ全然普通に街乗りできるレベルですね。なんでまあその走りのなんていうのかな、アップというよりかは、まあ、スタイリング、見た目とか、ちょっとオフっぽくしたいとか、まあ、あとは実用性の部分で言ったら、その段差とか気にせずより走れるようになる。まあ、フロアがもちろん3センチ上がってるんで、まあ、よほどのことがない限り多分どこでも行けちゃう感じになると思います。で今回、ちょっとアップスプリングでご紹介させていただいてるんですけども、実はですねローダウンのスプリングも、ご用意してます。でどちらも IID と、一応ハルスプリングっていう、メーカーさんの、コラボで、共同開発で、
制作したものを、販売しています。で、春スプリングちょっと欧州車だと正直、そんなに馴染みはないと思うんですけれども、まあ、ラリーなんかを中心としたレースではかなり有名な、まあ、スプリングメーカーで、まあ、代表の方が、結局市販のスプリングだとちょっと満足いくものがないっていうことで、まあ、実際レースにも、出られる方なんですけど、まあ、それだったら自分で納得いくものを作ろうっていうんで立ち上げた、スプリングメーカーなんですね。なんで、まあ、非常に、ものづくり、スプリング その製品に対してかなりこだわったメーカーで、まあ、乗り心地だったりだとか、あとその上げるそのバランスとかも非常に考えられたスプリングのメーカーになってます。3センチだけど結構こう視線はやっぱり全然純正車高より、特にそのこの車その前にローダウンのスプリング製作でね、なんで結局そこからだとどのくらい上がってるんだろう、7センチぐらい、6センチぐらいですね。まあ、純正の車高でも乗ったんですけどやっぱり3センチ結構違いますね。運転しててこの視線がかなり高くなってるのが、まあ、乗ってすぐ分かります。そして視線が高くなってるんで眺めが最高です、はいっていうのはまあ冗談なんですけど、まあ、全然いいですね。ああ今撮りました。でちょっとゲレンデ G63 だとこれこのショックのね、なんていうんだっけこれダンパーが固くなダイナドライブリーグ正解ちょっとテロップで入れておきます、はい、このショックの硬さ変えられるのがついてるんでちょっと今コンフォートで乗ってたんで、スポーツプラスでちょっと乗ってみたいと思います。あ、普通に硬さあるよ、あらあらあら、そんなに本当に動画だから言うわけじゃないんですけど全然悪くない、全然いいよカメラマンに話しても全然いいよ、で全然乗り心地の悪さとかなんかちょっとその不快な感じは全くない。ただやっぱり重心がちょっと高くなってるんで多少こうなんていうかなこうしっかり感というかというよりかはこう SUV 独特のこうちょっとふわふわ感、うん、で特に今タイヤが、サイズアップでオールテレーンのやつ履かしてるんで、まあ、よりその辺が強調されてるかなっていう気はします、はい、なんでまあこの辺タイヤ組み合わせるタイヤサイズだったりとかその辺によってもかなり変わってくるんじゃないかなと思います、はい、ちょっとまたコンフォートにしてみよう。ああ全然あとね、この上げ張りなんですけど、うん、タイヤ今回履けない、大きいサイズが履けないっていうのがすごいでかいですね。で、上げないと上げたとしてもあんまり大きく履けなかったんだけど、ああ、残念なところだった。その辺を考えて絶妙なところにしたんですか。まあそうです、だから 30mm アップにした。だからゲレンデ、まあ、ご存知の方も多いと思うんですけど現行ゲレンデちょっとその足回りタイヤハウスのまあ、形状の関係であんまりこうサイズアップができないんですね。タイヤでやっぱり車オフっぽくこうオフロードっぽくってなってくるとちょっとサイズ1サイズ2サイズぐらいがアップが、マストなんですけど、まあ、前方で言うとそれがちょっとできないんで、まあ、絶妙な上げ幅で、まあ、絶妙なタイヤホイールサイズが入るように今回3センチアップにしてるってことです。ただまあそれが逆にそんなにこう乗り心地っていうかの悪化変化にこう繋がってなくて僕は全然街乗りレベルだった。だこれあのすごく飛ばす人がこのアップスプリングをおすすめかっていうともちろんあの飛ばす方はもう普通に下げてもらった方がやっぱり重心下げた方が、いいと思います。なんでまあスタイリング、まあ、街乗り、まあ、高速、たまにぐらいだったら、まあ、見た目優先で上げてもいいのかなっていう気はしますね。また3センチ結構でかいよね。だってもう段差へっちゃらじゃない。まあそうですね、まあオフロード方向に振っていくっていうのもカスタムの一つとして全然ありじゃないかなと思います。はい、っていう素人インプレッションです。はい、ちょっとあんまりハードなとこ行かなかったですけどこんな感じでいいかな。
かんだとこ行くと怒られちゃうと思う。本当は最スピードの最スピードとかマットとかいない。すげえ坂道とか泥だらけになって、ちょっとさすがにそれ怒られるんで、こんな感じで。まあ散々開発の時にねテストしてるからね、という感じになります。はい、というわけで今回は、現行ゲレンデ G63 用の、車高が上がるアップスプリングと、おすすめのホイールロッティフォームの、6OR マットブラックをご紹介させていただきました。どちらも、商品のお問い合わせはラガーコーポレーションまたは、ボンドグループ各店までお問い合わせください。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。Invincible.